はい、こんにちは、清真知子です。裏千家のお茶を教えています。今日は練り切りで青梅を作ります。練り切りは水分を飛ばした穴に牛皮、つまりお餅を練り込んだ生地のことです。出来上がりが粘土のような手触りなので、形に作りやすく、色も自由につけることができます。造形のお菓子に向く生地です。今日は青く色づいてぽってりとした青梅を作りたいと思います。ここでは練り切りの生地から分かりやすく作りましたので、ぜひ最後までご覧いただき、職人さん気分を味わってくださいね。材料です。白あん 300g、 水大さじ1から2、緑の食紅、水で溶いて使います。中に入る白あん200g、 牛皮 30g、 使う牛皮は小さく切ります。中半の白あんは1つ 20g に取り分けます。まん丸に丸めておきます。水を加えて混ぜ、あんを柔らかくします。火を弱火にかけて熱が伝わってくるのを待ちます。鍋の周囲に塗りつけます。乾いたあんを剥がして混ぜます。乾かす、剥がす、混ぜる、塗るを繰り返し、あんの水分を飛ばします。指につかなくなるまで繰り返します。牛皮は 2,3 回に分けて加え、しっかり練り込みます。厚手の布巾を用意し、生地をこします。焦げ付きや塊を取り除きます。空気を含ませるように折り込みます。小さくちぎり、表面を乾かします。同時に生地を冷まします。再びまとめて、同じ作業を繰り返します。生地が柔らかいときにはもう一度繰り返してくださいね。食紅は少量ずつ加えます。加減を見て追加します。色ムラのないようにイメージする色に仕上げます。手元に濡れ布巾を用意しておき、10等分に切り分けます。1つ 25g に量ります。乾燥を防ぐため濡れ布巾に移します。
ひび割れや傷が出ないように整えます。中庵の直径の 1.5 倍に広げます。指の腹を使って空気を入れないよう閉じていきます。手のひらで転がし、まん丸に整えます。わずかに押し出して、とんがりを作ります。緩やかなカーブを描きます。くぼみをつけて完成です。最後までご覧いただきありがとうございました。青梅を作ってみんなをびっくりさせてくださいね。これからも美味しいお菓子をたくさん紹介しますので、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。質問等ございましたらコメント欄までお願いします。お待ちしています。